はい。皆さんすいません。機材トラブルがありまして、開始が30分も遅れてしまってすいません。今から、京都グラフィー、2020、富山良介展に関する、トークイベントを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしおま願いす。します。まず、ご覧になってない方も、いらっしゃると思いますので、富山良介展について、自己紹介も兼ねながら、ちょっと説明をしていただきたいと思います。富山亮介です。よろしくお願いします。今回、京都グラフィー2020では、良息院、建仁寺の良息院さんを会場に使わせてもらっていて、作品自体は、工芸を継いでいる職人さんたちのポートレートを展示して、で、ポートレートと一緒に、その彼らの作った実際に工芸品も一緒に、会場に展示してあります。で、内容として、展示内容として、3つの構成になっていて、1つ目が2008年に撮影した種という作品で、僕と同世代の工芸の職人さん、継いだというか、やり始めたばっかり28、僕はその当時28だったので、30前後の職人さんたちを全国いろいろ探し回って、で、撮影したポートレートが一番最初に展示してあって、で、10年後にもう一度撮影しに来ますっていう約束をその当時にしていて、その10年後もう一度撮りに行ったっていう作品が、2つ目に展示してあります。ちゃんとうまくあれですか？まあ、目という、目スプという。ラウトという作品で、最初がフィルムで撮られて、中盤のカメラそうです。中盤でカメラで。撮られて、で、次の10年後に撮ったやつは、アンブルタイプという、そうです。あれは何十年前の。1850何年かに使われてた、写真が発明された当時、黎明期に使われていた写真術で、日本でいうと坂本龍馬とか、なんかああいう人たちを撮ったポートレートの時代の技法を使って職人さんたちを撮影してます。で、その撮影するにあたって、その等身大のバストサイズの写真を撮るために、そのガラスの板が入るカメラを自作で作ってそうです。はい。撮影したっていう。そのアンブロタイプっていうのが複製ができなくて、カメラの中にガラス、その薬品塗った感光するガラスをセットして、そこに光を焼き付けるっていう。で、そのガラス自体を干渉するっていう作品なので、このサイズを撮影するのに実際にこのサイズが撮れるカメラを作るしかなくて作ったみたいな、そういう感じなんですけど、それも一緒に会場に展示はしてあります。で、もう一つがカメラを付ける。あ、そうですね。そう。今回、その茶室を、まあ、良息院さんっていう、まあ、京都の町の真ん中にある、まあ、祇園っていうところにある、まあ、建仁寺という、まあ、京都で一番古い禅寺のさらに、まあ、塔頭なんですけども、良息院ってすごい小さい、綺麗な、すごい美しいお寺なんですけども、そこの、茶室をカメラにしてしまったというか、茶室がカメラになってて、カメラの中に入って、その、まあ、レンズを通したその外の風景を中で見るっていう、中にこう映し出されてて、あれはでもすごく、なんていうか、うまくいったというか、そうですね。すごい綺麗。そうね。だいたいその茶室っていうのは、その一番綺麗な風景に向かって作られてるので、その風景をそのままこう中に取り込むことができたっていう。そう。僕もなんかその、写真が発明される前に、画家たちが使っていた、その、システムというか、フェルメールとかもあれを使って描いてたって言われてるんですけど、その、
あの美しい光を見て写真の発明家たちが、うわ、これをどうにかして、こう、残したいって思って写真が発明されたと思うので、あの中にはその写真の生まれる初期衝動が多分、あの中にあると思うんで、そこに入ることでみんなもそれを見て、その写真の本当に根元にあるところを体験できるんじゃないかなっていうふうに思って、ああいうのを、あそこに置いた、置かせてもらったって感じですよね。うん、いや、本当にもう、その、まあ、3つの、シリーズがあるんですけども、10月の18までやってるので、本当にぜひ体験してもらいたい、展示になってます。で、今日はその、まあ、富山さんの作品のモデルになった、職人さんを、呼んでます。提灯職人の、小島さんと、それから漆の、材料、精製ですね。はい。はい。をされてる、堤さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。申し訳ございません。僕は、京都グラフィーの共同ディレクターの中西と申します。で、今日はちょっと4人で、その、まあ、最終的には、まあ、日本のそういう、まあ、工芸とか、その職人の仕事の、まあ、未来みたいなところまで話を、していきたいなと思ってるんですけども、まずはその、まあ、自己紹介を兼ねて、どういった、お仕事をされてるかっていうのをちょっと、小島さんから話していただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕は、提灯職人をやってます。小島と言います。よろしくお願いします。普段、僕らは家族とあと親友とっていうそのまあ僕の親父と弟の子を作るっていう仕事をしてるんですけど、竹割りって言っても本当にその竹の状態からひごを作ってその提灯にして、絵付けまでこう全部一貫してその工房内でやってしまうっていう工房、小島商店っていうところで仕事をしています。で、今回その富山さんの作品に関して僕23でしたっけ2008年ですの時です。めっちゃ細くて今来たら多分ピチピチの T シャツもうどこ行ったか分かんないですけど、まあ、それ着て写ってるなんかすごいこう思い出深くて10年経って本当に連絡いただいてっていう感じが一昨年でしたっけ。そうですね、一昨年やったんですけど、その関係で今もこういろいろと親しくさせていただいてます。逆処こそ、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ堤さんからはいお願いします。はい、漆屋をやっております堤拓也と申します。よろしくお願いいたします。漆屋っていうとなんか塗ってる人とか漆器売ってる人みたいによく言われるんですけど、僕の仕事は漆の精製で、木の樹液を、まあ、産地である中国とか日本の各地から樹液を仕入れて、で樹液なんでこうみんな性質が違うんで、その性質を生かして今度塗料化するっつったらなんかこうあれなんですけど、塗料にして、まあ、使えるようにするっていうか、なんかやっぱ漆ってみんなこうなんだ木の樹液っていうのは知ってる方多いと思うんですけど、そこから塗り物に至る間にいる仕事っていうのはあんまりなんか知られていないというか、材料を作ってる人間なんですけど、やってることは本当に来た樹液、毎年変わってくる樹液のその性質を見極めて、その漆それぞれに合った精製方法をやっていくみたいな感じなんですけど、作るのがそのいろんなツヤとかネバサとか乾きなんですよ。で、それを作るのに、まずその樹液と向き合って、で、いろんな精製方法を使って、ツヤを上げたり、消したり、普通塗料だったらツヤ消し剤入れたりして作るんですけど、漆はこの練り方で、漆の流形を決めることでツヤを作ったりすることができて、その精製もその日の温度とか湿気とか、そういうのに全部影響されるんで、なんかそういうのをこう感じながら、塗料を作っていくっていう、なんかこう、
職人なのかっていつも自分で思ってるんですけど、うん、なんか。でも大事な、その、まあ、工程といいますか、その、皆さん、まあ、知ってると思いますけど、その職人の仕事っていうのは、その職人さんを支えてるまた職人さんがいて、でそれをまた支えてる職人さんがいるような、こう、何構造かになってることが多くて、まあそういう、その漆の職人さんをまあ支えている漆の材料、それがその材料によってやっぱりこの漆器がこうどう仕上がるかっていう、ものすごい大きな部分を作ってるってことですよね。なんかまあ山と職人さんの間にいる仕事みたいな感じで、やっぱり全体量が見えてるんで、漆のこう減ってる現状みたいなのが感じ始めたり、危機感を持ったりしてて、で、その中でこう、自分にできることは何かっていろいろやってるんですけど、うん、その中の一つに、まあ、漆の木を植えるっていう活動を始めていて、それを富山さんが住んでる京北で始めたのもあって、まあ、いろいろ、いろんなつながりがあるんですけど、うん、だから僕はその10年前の種の時とかとは全然まだ、お会いしてないんですけど。そうですね。そのスプラウトで目の時に、すみさん撮影した。そうですね。京都に引っ越してきて、で、その後、丸ごと美術館っていう。で、京都の職人さんを、やっぱり同じようにアンブロタイプで撮影するっていう作品を作っていて、で、その時にどういう人たちがいるかなっていうふうに、調べた。紹介してもらったり出会えたりで撮影したんですけど、でその時もやっぱりさっき言ってたみたいに職人さんを支える職人さんっていうのもいることもだんだん見えてくるじゃないですか、知っていくほどに。なんかこう名前が出ていく作品を作る職人さんも撮影して、でこう堤さんみたいにそれを支える職人さんも木こりの人とかそういうところまで掘り下げていって撮影したっていう時に出会って、で活動してるのもすごい面白いので、うん、その漆を広げるために漆も植えちゃうとか、うん、でさサーフボードに漆塗ったりとか、うん、スケートボードを自転車に塗ったりとか、いろいろこう精力的に活動されてるんで面白いなと、うん、そもそもこのまあ富山さんが、まあ、この今回の、まあ、プロジェクトを始めたきっかけっていうのは、はい、そのやっぱりその自分がそのまあ、もともと実家が、その染め物、着物の染め物をされてて、はいはい、で、その、まあ、家業を継がなかったっていう、その、それがずっとこう、まあ、しこりに残ってて、はい、まあ、それを、まあ、自分が選んだ写真っていう、その、職業の中で、どういうふうに、まあ、向き合っていけるかっていうところから多分始まったと思うんですけど、はい、その、やっぱり、富山さんが、継がなかったっていうことの、まあ理由の一つに、やっぱりなかなかその、まあこういう伝統工芸でこう、続けていくっていうことの難しさみたいなのがあったんじゃないかなと思うんですけど。うん、そうですね。そう、僕は、そう、需要がなくなってるし、一緒に仕事を回す職人さんも、もう年を、撮ってるしって言って父親からもうやんない方がいいよっていう風な感じで言われて、でお前はもう写真一回やり始めてんだからそれをちゃんとやり通しなさいみたいな感じで言われて、あじゃあ写真でそういう風にはどういうなんて言うんでしょう、ものづくりをこう工芸の人たちみたいに真摯に作る写真を作るっていうのはどういうことなんだろうみたいなことで、その古典技法を調べ始めてっていう流れで今回アンブロタイプで撮影してるんですけど、うん、そうですね、やっぱ継ぐ難しいですよね、続けていくってね。そのちなみにお二人はまあ継いでいらっしゃったわけですけど、そういうこう迷いとかっていうのはなかったんですかね。迷いというかもうその当時ほんまに、まあ、たまたまなんですけど、おじいちゃんがちょっと病気した時があって、親父がその繁忙期で一人でキリキリ前やったのをちょっとこう、じゃあちょっと手伝うわみたいなイメージです。そんな、もう自分しかいいひんなみたいな感じだったんで、
まあ、ただ子供の時からもそんなにこう、なんていうの、なんか他に夢があるわけじゃなくて、なんとなくこれやって食べていくやろうなっていう感じではありましたけど。あ、そうですか。はい、僕は、はい。うん、でもその、まあ、ついでいくにあたって、やっぱり難しさみたいなものって感じました？そうですね。もう、まあ、毎日。いや、ほんまに毎日です。大げさな言い方かもしれないですけども、まあ、毎日こう何かしら問題があって、長期的に見ても短期的に見ても、こうね、問題っていうのはもうずっとあるんですけど、うん、まあ、でももう自営業ってそういうもんなんかなって思うんで、まあ、どっちかっていうと、性には合ってると思うんで、それをこうね、うん、こうどう面白く変えるかっていうか、うん、なんかこうね、わかりますかね、こう、うんうん、なんかこう仕事っていう感じじゃなくて、こう、うん、どうやったらこう自分が楽しめるか、みんなが面白くなるかみたいな感じでは考える癖は、癖というか、まあ、ようにはしてますけどね、あんまりこう、卑屈に考えて、俺はついでるんやからとかって思うと、多分もう面白くないし、もう、あんまり強い方じゃないんで、うん、多分もう、潰れると思うんで。強そうに見えない。いや、そうか、めちゃくちゃ、前もう、すごい、もう、ちっちゃい。ないです。ない。本当ですか。そんな感じですね、僕は。はい。堤さんは、なんか迷いとかなかったんですか？僕は全然、その、継ぐっていう意識がないのと、あと、なかったのと、京都すごく出たかったんですよね。なんでか、子供の頃からずっと。で、すごく出たくて、北海道に大学から行って、就職も向こうでしてて、で、漆のことも全然教えられることもなくて、でもじいちゃん家が工場だったんで、いつも、じいちゃんは好きだからいつも遊びに行ってて、漆って知らんけど、漆の匂いとかも、工場が家やから、漆の工場で遊んでて、壊れたもんも全部じいちゃんが直してくれるし、竹、漆で、あの、粘土とかよく、小学校の時焼き物なんかあるじゃない、あの飛行機作った羽折れちゃったりしたら、もう、ひっつけちゃうんですよね。金継ぎみたいな。金継ぎみたいな感じ、接着剤でひっつけたり、なんか、鶴とか、こう和紙みたいな、和紙やったんかなんかわかんないですけど、紙で折っちゃったでかいやつとかにも漆塗ったやつ作れたりとか、なんか、そばにあるもんで全部こう作ってくれるから、なんかちょっと、うん、なんかかっこよかった。魔法使いっていうか、そこ行ったら楽しいっていうのと、まあじいちゃんめっちゃ大事にしてくれてたから、なんかすごいあったかいイメージがあるんですよ、こう。でも、告げとも言われてへんかったし、なんか京都出たかったんで、で離れててもう就職して、やれも言われてなかったね。帰ってくる気もなくて。北海道で道東の方に出張行ってる時に親父から電話かかってきて、ちょっと大変やし手伝ってほしいっていうのがあって。なんか僕はその、漆の業界が悪いってイメージで帰ってきてるんじゃなくて、忙しいって言われたから帰ってきたんですけど、でも実はめっちゃ悪くなってるんですよ。ただうちで作ってる漆の製造がちょっと特殊なんで、その、作るっていう行為に手間がかかるから、もう工場、ついてちっちゃいんで、もうおっちゃんと、もう一人おっちゃんでやってたぐらいなんで、もうおっちゃんらも高齢で大変やったし、うん、もうそういう意味で、でも社長も多分いけるっていうふうに思ってたから、呼んでくれたっていうのはあれなんですけど、でも帰ってきたら、実はもう、多分、うちの親父とかがガンガンこう、いいと思って作りまくってた、多分、長寿さんも作りまくってた時代、の時からもすでに漆はもうすごい減ってて、でも手作業だから分からないというか、できるように決まっているんで、断ってたのをいっぱいがあるから断るじゃないか、それ以上の仕事は。で、ここがどんどんここが減ってるけど分からなくて、切れ出したのかな。やっぱ漆屋なんて全体量を量として見てたので、僕はその途中からその危機感、やり始めたらその危機感で、これはこのままやっていけへんぞ、みたいなのがすごく、うん、中国、日本も、どっちも産地としてはもう大変な状態やなと思ったときに、うん、なくなっちゃうんじゃないかなと思う。うん、それでも、まあ、ついで、まあ、変えて、自分が、まあ、その状況を、まあ、変えていく。行ったっていうか。いや、その、帰れるとは思えないぐらい問題が山積みだったんで、僕もう、なんかめっちゃ、さっきの暗い話じゃないけど、本当に、もうこう、何したらいいんやろ、みたいな。どうしようもないし、自分には、みたいな感じで。うんうん、でもなんかやらんのも嫌やしなと思う、子供とかもできて、
なんかこう、漆自体にはどんどん惚れ込んでいったんで、うん、全然知らんかったけど、面白くて、うん、これなくしたら、ちょっともったいないけど、かといって自分にできることなんてなんもないしなぁと思いながら、きらびやかな世界、工芸のすごい技術の高いものだけじゃなくて、山側の自然素材の漆の良さみたいなのを伝えることって、うん、そこにすごく自分は惹かれていってる。なんか日々接してて、どん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 そういうところに惹かれていってて、そこってもしかしたら届くんじゃないのかなって。サーフィンとかさっきサーフボード塗ってたとかのも、うん、自分がサーフィンやってる中で、感じるその海への思いとか山への思いとか、なんかそういう自分の感覚と漆っていう素材に対して自分が思ってる感覚っていうのがこうリンクしだして、それやったら、それ伝えたらなんかちょっと変わるんかなと思って、まず知ってもらうこと、なんかもうあってもなくても同じみたいな、なんか認知してもらえていない。もちろん漆って言ったら日本の工芸だよねみたいに言ってくれる人も結構いるんですけど、うん、じゃあ自分たちの周りに漆のものあんのかなってなった時に、ない、うん、ないなっていう、うん。僕は日常の中に漆をなんとか持っていきたいなみたいなのがあって、うん、あがきですけど、うん、でもそれをさっき言ってあったみたいに、ちょっと楽しく、うん、自分がやっぱりやりたいと思える形でやりたいなと思って動いてる感じですけど、うん、そのやっぱりこのまあ今伝統工芸の世界がまあどんどん難しくなっているっていうのは、やっぱりそのそれをこう、まあ、生活がこうどんどん変わってきて使われなくなって、昔ほどそうたくさん使われなくなってきたっていう多分状況があると思うんですけど、やっぱそれをこう、今の時代というか、今の生活にこう使われるような何かこう、まあ新しいその、例えば、まあ商品を作るのか、新しいマーケットを作るのか、そういった、努力ってやっぱりされてるんですかね。そうですね。まあ努力っていうのはもう毎日こう、まあいろんな視点があるんで、弟もいますし、親父もいますし、その親友もいますし、まあ、なんかこう、みんなのアイデアでこう、動いてるんですけど、僕らっていうのは。だからまあ、その、おのおのが持ってる特徴を生かして、常にまあ、どういったらいいかな。新商品じゃないですけど、やりたいこと、結構大枠をこう、やりたいなって言いながら、みんなでじゃあこうしたらみたいなんで、さっき田山さんおっしゃったみたいに、その工房でずっとこうまあ作業しながら、こうそういうのをこうブラッシュアップしていったりとか、喋、うん、りながら、なんかよく喋られるって、ね、なんかすごいさ、工房は結構賑やかですけどね。すごいね。喋こう手を動かしながらも喋ってるってこと。そうです。だからまあでもほんまに僕竹割りやってるんですけど、その竹割ってる時ってもうそのなんていうの。ものすごくこうニュートラルというかこう、うん、一番こうどうやったらいいんですかね。でも感覚ものすごい、ある意味集中はしてるんですよね。体が覚えてるみたいな感じですかね。そうですね。どっちかっていうとそういう感じですかね。あ、そうです。自然でこうしてる、なんかもうこうね、こうやりながらみたいな。目はでもこっちじゃなくてこっち見、やっぱ見るんですよね。見ますよ。見るときもありますし。でももう。そっち見るときもありますし。こうやってますね。でも背とかすごいかっこいいな。ね。あの、すごい。いや、そうすごいですよ。すごい世界。なんかこう、映像ではこう話あんまり載ってないですけど、もうずっと喋ってるから、編集するのとか、なんか、この話のところはちょっと避けた方がいいかな、みたいな。ずっと喋ってる。トラブさん、今日ご飯どうしますって今ちょっと撮ってるけど、どうしますかねみたいな。そう、すごいいい、いい雰囲気ですね。話の中でなんか新しいアイデア出てきた。そうですね。じゃあこの人に聞いたらなんとかなるんじゃないかとか。なんかそういう感じですね。なんかこう、楽しく、うん。あとその、例えば、外から、例えばこんなのできませんかみたいな、そういうこう、新しいオファーっていうか、そういうのもあるんですか。あります。もちろん、はい。なんかこう、どういう、ちょうちんはちょうちんなんで、うん、まあまあできんこともないことばっかりなんで、うん、で、もうどうしても無理なことってやっぱ、
あるんですけど、やっぱ説明すれば、ああ、やっぱそりゃそうですよねってなってくれるところが多いですかね。それをどうしてもやりたいってなると、これだけ予算がかかりますって言ったら、やっぱり無理とかっていうふうになるんで、その説明は結構できるようになってきましたかね。なんとかしようと思ってはいるんですけど、どうしようもないことってやっぱあるんで、まあ、その辺をこうどう楽しく、向こうも納得してこう進めてもらうかみたいなのはもう常々ですね。うん、はい。なんかこう結構こう変わったことやってくれるみたいなイメージは結構あるみたいで、うんうん、僕らもやっぱそれは売りにというか、こうなんとか答えようとは思うんですけど。じゃあ何？はい。はい。しつみさんの方はその材料はやっぱり昔からのやっぱり作り方っていうかは変わらない。いや、昔からの製法でもずっとやってるんですけど、うちがその新たに作る生成方法もあって、それを作り出してたんで、工場がすごく手がかかって、手かかるんですよ、それちょっと、ちょっとっていうか結構かかって。でも、業界的にすごく悪くなってるから、その、手かけてるから値段上げるって言っても、なかなかその見た目液体で一緒なので、こう難しかったんです。最初、特に、うん。こんないいんですよって言ったって、職人さんなかなか、売りたいから僕らが言ってるだけみたいな感じにやっぱり取られてしまってたんで、うん、なかなかその値段は上げれなかったんですけど、とにかくまあ、違うことしないとやっぱり生きていけないっていうか、うん、値段合戦だけしててもっていうのがすごくあったんで、まあ、せめて落とさず同じ値段で、作るって、その、まあ、対抗、漆って紫外線にすごく劣化していくんで、建物とかもどん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 こう、外に塗られてるやつ、白っぽくなっていってると思うんですけど、うん、あれって塗膜がどんどん減少していってるんです。その減少するときに、でっかい丸でボロって取れるか、ちっちゃい丸でポロって取れるかで言うと、ちっちゃい丸で取れてた方が綺麗にやられていくじゃないですか。うん、その、漆の粒子を細かく作るっていうのをやって、で、なんか漆なんで、別になんか、科学的なものが入って強くなってるわけじゃないので、見た目が、やられ方が綺麗になって、うん、せっかく塗ってんったら、ちょっとでも長持ちさせたいっていうので、うん、文化財とか、そういうとこに使ってもらえるようになったんで、なんかそれで売り上げもなんとかキープできるようにもなってっていうのはあるんですけど、うん、やっぱり、全体量はもう、嫌おなしに、ガーって、もうほんとこんな感じで、うん地球環境がわーって悪くなるのと同じ感じでもなんか時代とともにわーって減ってるっていうのがもう数字で見るので、うん、僕らやっぱ輸入量とか使用量、うん、もうほんとこんなんでどうすんのっていうような量になってるんで、うんうん、そこをまあ僕らは液体を作る人間がどう表現したらいいんだろうとその提灯っていう、うん人に使ってもらえる形になるものを作っていない人間がどうやったら伝えられるのかなと思って。で最初はだから山側のことを映像にしたり、冊子にしたり、うん、ウェブにして、まあとりあえずまずやってみようと。そんなこともしたこともなかった。うん、ずっとこう待って、僕とかも黙ってずっと待ってる。ほんまに黙ってるんですよ。なんか、調合してって感じなんですけど。うんそれをやって、でもある程度やっぱそこに魅力はあるんやなって思えたんですけど、やっぱその発信先がいつも僕らやるのって工芸関係者ばっかりで、それをやってたってその漆に興味持ってもらえることなんて全然、まあないというか、もともとみんな漆好きな人が工芸関係者とか多いじゃないですか。うん、みんな、ああ素晴らしいねって言って、まあ泣いて寄ってくれる人とかもいたんですけど、うん、何もやってへんよな俺っていうのがあって、うん、で、さっき言ってたそのサーフィンとかの感覚みたいなのとリンクしてた時に、こっち関係で見せてったら、もっと見てもらえるかなと思って、うん、スケートボードとかに塗ったのってもう僕帰ってきてすぐ塗ったんですよ。うん、すぐ塗った。好きなものにただ塗りたいと思って。でも塗ったら、結構偉い先生方に無視されたっていうか、展示会で出したの。スケボーみたいな足を乗せるものに。あ、漆業界の方たちに。にちょっとこう、なんか、まあ。編集買っちゃった。そうですね。で、材料ってやっぱ一番、言い方悪いですけど、したっていうか、買ってもらってなんぼの仕事やから、あんまりなんかその時にはちょっと、あんま変なことしたらあかんのかなとかって思った記憶はずっとあって、でもどん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 そこから、まあ、僕まだ15年ぐらいしかやってないんですけど、そこからどん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 流れてる間にこういうのを感じてる中で、
そんな言ってられへんよなと思って、うん、まあ、サーフボードの時も結構言われましたし、海に入れんのとか、うんうん、意外と海水にも強いんですか？全然あの大丈夫ですね。あ、そうですか。味噌汁入れてますもんね。ね、そうそうそうか。まあ、そうそうそう。そうや。めちゃめちゃ速くなったんで、走るの。え、本当ですか。滑り系。もうプロサーファーがみんな喜んでくれて、めっちゃ楽しいって感じで。でもそういうこう新しい使い方ってまだまだこう発見できるかもしれないですよね。いや、もう漆は多分未知数なんですよ。研究も漆自体の研究はあんまりされてないですし、ずっと同じようなこと言ってるし、多分だから興味持ってもらえたら研究人も入ってくるし、木の育て方も変わったり取り方も変わったり、漆を描く人たちの生活のサイクルが半年ぐらいしか取れない、あとも半年仕事がない、じゃあその仕事をこうクリエイティブに考えてくれる人とか、なんかその仕事でちゃんとやっていけるっていうのがこう若い人たちに広がって、なんかその漆を作る、育てるっていうことがライフスタイルにこうなっていけば、漆戻っていけんのかな、なんか持ってる問題解決できひん問題って、そういうところからもしかしたら帰れんのかなと思って、うん、やっぱ知ってもらえるっていうのの僕のやり方はサーフボードとかっていう、うん、たまたま好きなことでっていう、うん。でもすごい効果あったんじゃないですかね。なんかみんな最初驚いてたけど、なんかものすごい逆に注目もされたんじゃないかなと思うんですけど、ね。そうですね。なんかだから途切れずに今そのことを去年ちょうどいろいろ走り回ってたことが、まだ今、うん、続いてるっていうのが、しかも物を売るっていう行為でやってないのに続いてるっていうのは結構なんか可能性があるのかなと思ってます。つながりがこうどん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 でき始めてるので。でも本当古代から見ると縄文時代にもなんか漆を塗ったなんか見たことあるんですけど、はい、こうちょっと編んだような木のなんか繊維の袋になんか漆が塗られててっていう、なんかやっぱりいろんなものに塗って、そういう例えば船とかにも塗られてたんですね。船は塗ってたと思うんですよね。なんかまあ塗料がとにかくなかったんで。そうですよね。だから漆しかなかったからもちろん使われてたけど、その漆が多分人の生活にとって有益であったし、無理がなかった生活を人たちが送ってたから縄文から続いてたと思うんです。うん、だ本当にその職人さんたちの仕事、まあ、職人 の、 まあその工芸品をの材料というのはまあ大体自然からまあ取られてて、うん、でこの自然と職人さんの間にそのまあ材料を作る職人さんがいるっていう、こういう構造じゃないですか。やっぱりその自然にものすごくこう近い仕事だと思うんですけど、やっぱ自然にこう影響を受けることっていうのもやっぱり結構あるんですかね。その自然のこう今のこういろんなまあ環境が変わってきちゃってますけど、そういったこう自然に竹とかでもあるんですかね。はい、竹はあのほんまにさっきちょっとちらっと言ってたんですけど、あの八竹っていう竹をずっとおじいちゃんの時もずっと使ってて、僕も仕事始めてからずっと使ってたんですけど、その竹が今あのちょうど全国的にこう一斉開花、一回竹ってこう花がポンって咲くと朽ちちゃうんですよね。その竹っていうのが枯れちゃうんですよ。竹がそれが全国的に一斉に起こる何十年とかに一回のなんか100年とか何十年とか、とりあえずそんなの今ちょうどそこで材料をこう変えざるを得ないというか、一番使いやすい竹が手に入らない、今手に入らないんですよね。秋とかに一回まあ入れてもらえるかなっていう感じの、あの今材料の状況 で、うん、で今マダケっていう竹を使ってやってるんですけど、やっぱりちょっと違うんですよね、うん、こう難しい難しい、なんかこうね、もうすごい感覚的な話ですけど、割ってる時にいきなりずれます。ヒュッて。暴れちゃうんですよ、ね。暴れちゃう。なんかこうね、なんかこう、ヒュッてこう、ああみたいな、もう、で、ポンって。あ、じゃあ逆に言うと、でもまた技術が、
必要です。そうなんです。だからまあ、その時に破竹でやってみるとめちゃくちゃやりやすくて、ああ、おじいちゃんこれを言ってたんやなと思って。でもどっちかっていうと、やっぱりマダケの方が太くて、節の間隔も長いので、こう、なんていうのかな。使いやすい。使い勝手がめちゃくちゃいい。マダケの方が。あ、そうなんだ。ただ、その割った時に、その、ヒュッてずれたり、折れやすかったり、なんていうんですかね、こう。もうパキっていくんですよ。こう、節ってあるじゃないですか。はあ、腕にも節があって。だいたい竹って節で折れるんですよ。ああ、そうなんですか。なんかこう作業してる時とかに、刃物を通していく時にこの節のところでこうギュッてずれたりとかなんですけど、ね、それがこう、この辺で折れたり。もう意味のわからんところで急にこう折れたりするんですよね。その、まあ、硬いっていう表現が合ってんのか、これもほんま難しいんですけどね。どういうふうに説明したらいいのかわかんないですけど。感覚体で動かないですね。変なところで折れるんですよ。とかね、悪いやつになると。まあいいやつはそんなに悪くないし、いいんですけど。じゃあ結構難しくなってるんですね、今ね。まあそうですね。まあ僕だけかもしれないですけど、そんな。でもまあ、そのマダケ自体が使えないっていうわけじゃないんで、それで練習して今。やってますけど。スミさんのその木はどうですか今自然の環境の流れ的には。なんかこう温暖化だからとかなんかそういうのでどうっていうのをあまり感じたことはないんですけど、普通にこう採取するときに雨降ったら取れないんですよね。あ、そうなんですか。雑菌とかがこう一緒に雨水と木の表面のやつが入っちゃうんで取らないとかで、今年で言ったら6月の半ばから大体漆取り始めるんですけど、ずっと雨だったじゃないですか。だからその頃に取れる漆、発片って言うんですけど、発片の漆が全然取れてない、集まってないっていうのと、はい、まあ産地的に岩手が日本で一番なんですけど、まあ、7割ぐらい国産の漆を作ってて、まあ一箇所に依存してるから、もしそこに何かあったりとかして、ってなるともう本当に全く量がなくなるし、本当に漆の業界で言ったら 95% 使ってる使用量の 95% 中国産の漆で、日本の文化、日本、なんかジャパンって英語で言ったらジャパンって言われるような漆も 95% 中国の漆に頼っていて。だから、まあ今回で言ったらコロナとかね、あったり、まあ嫌ですけどなんか戦争みたいなことがあったりとかしたら、そこがこう、ルートがなくなっちゃったら、そんだけ日本のって言ってるものが、今の国産漆って 1.4 とかそんなんなんですけど、まあ 1.8 とか、2トンもないんですよ、はい、量が。それが、その量で今の職人さん方が使ってる量を賄えるかって言ったらもう全く、全体量で今36ぐらいなんです。もうすごい減っちゃってるんですけど、昭和の最初こそ2000トンぐらいあったんで、2000が36になっちゃってる。僕生まれた頃、社長とかがいっぱいこうやってた頃で500トンなんです。その時にもうすごくいい感じで回ってるって思ってたけど、でも2000がもう500になってて、で僕始めた頃100トンになってたんです、15年前。その時に工場が僕は忙しいと思ってた時から100トンで、たかだか15年でもう36になってるんで、なんかもうどうなんだろうみたいなの、それで植え始めたっていう。そうです。なんかいや、量を賄いたくて植え始めたっていうよりは、その、木から始まるものづくりを人に体験してもらったり見てもらったりすることだったら僕にもできるかなと思います。やっぱりその、いっぱい植えて産業としてやろうと思ったら、とてもじゃないですけど、僕漆屋で生成するのが仕事だからできないけど、なんかその森づくりの中の一つとして漆を植えるっていうようなことをやって、今漆植えるって言ったら畑とか、畑っていうかまあ、いっぱい植えて、もちろんその方が効率いいから。取るためにやってるんですけど、なんかもっと山を元気にする広葉樹の森を作るみたいなことの一つとして漆、他の工芸素材とかと一緒に植えるみたいなこと、理想みたいなことをやってもいいのかなと思って、その中で来た人がその森の中で、まあ植樹することから始まって、漆をかけるのはまだ15年先とかなんですけど、15年。そうなんです。15年。でも早い、木で言ったら早いじゃないですか。15年って言ったら50年、100年っていう中で漆の木は、15年後にかけるっていうのはあるんですけど、でもまあそれまででもなんか映像とかで伝えられることもあるし、とにかく植えるっていうところに人が来る、森に来るみたいなことが、なんか
一個工芸素材にできることなのかなと思って、うんうん、なんかそのいっぱい植えて撮りたい、もちろんそれはどんどん動きとしてなっていってほしいし、日本の漆で日本のものが作られて、でもそれやっぱちゃんと循環する輪ができて初めて成り立つと思ってるんで、うん、なんかそのちっちゃい輪を作るために仲間が欲しいっていうか、うん、そのためにまず県北でやってみて、うん、なんかまずチャレンジチャレンジアクションっていうか、とにかくやってみて、うん、一生懸命その少しの木を育てるっていう行為をいろんな人のいろんな知恵借りながら、うん、だって漆の木だって植えたって知識ないですし、ずっと植樹とかお手伝いしてきましたけど、うん、全然そんな育てられる自信もないし、うん、でも一回植えんだったら木のことなんだから、もう一回植えたら15年間絶対世話しなきゃいけないし、うん、なんかそういうなんかやって自分に手の届くところをやって人をこう巻き込めたら、うん、なんかすごい素敵な関係が作れるんじゃないのかな、うん、その生成する前のそのこう漆の木をこう描く、はい、職人さんっていうのもいるんですか？そのいますいます。この描き方によって出てくる漆が変わるんですか？はい、もう描き方、もちろん育った環境が一番でかいですけど、描き方でゴロッともう全然違うものが出てきて、国産漆だったら桶それぞれに職人さんの名前がついてるんで、誰が取ったっていう、そうです、もう竹尾さんの漆が欲しいみたいなずっとあって、でも今ちょっと2年前ぐらいからちょっと番号で管理されるようになっちゃったんで、もっと分かりにくくなったのと、まあ人も増えてきてるんで、ちょっと細かいオケでいっぱいなってきてるんで分かりにくくはなってるんですけど、ちょい前までは本当にその人の漆が欲しいっていうのはあったりします、うん、でもそういうのはなんか大事にした方が良さそうですけどね。いや本当になんかやっぱ多様性があってすごい大変なんですよ、作る方としたら、うん、でも多様性があるからすごい特化した漆が作れるっていうか、しるくて早いとか粘くて遅いとか、なんかそういういろんな漆を作るのにやっぱベースにいろんな種類があって、透けてるとかツヤが消えてるとか、やっぱ木によって全然個性があるんで、うん、そこを活かしながら作ると、うん、すごくやりやすいし、うん、特化して作っていけるんですよ、うん、そこ見てるのも面白い、うん、めっちゃ裏切られることよくありますけどそんな思い通りに作れないですけど、ね、ほんと自然とのあれですもんね、対峙というかね、自然をどうこう自分がやりたいようにこうお願いしながら、完全に転がされてますけどね、うん、提灯もやっぱりあのその提灯を作る材料屋さんとの、 あの関わりってあるんですか？例えば和紙とか。あります。もう和紙も竹もそうですし、やっぱりこうしっかりしたこうパートナーじゃないですけど、こう今ちょうどやってるのが加徳さんっていうところの弘明君に間入ってもらって、ちゃんとこう紙の産地とつないでもらって、うん、今弟がそのまあ僕は竹を割って弟が紙を貼る、うん、で親父が書くっていうのでリレーして、こう自分の得意分野だけでこう完成させていくんですけど、やっぱりその材料の調達とかも、やっぱその、自分でやらないとっていうので、その弟はその紙屋さんと繋いでもらって、うん、今佐賀県の直和市っていうところがあるんですけど、そこでこの、なんていうかな、一回貼ってみてって言って持ってきてもらって、それをこう貼ってみて、こうしてほしいって言ったら次また、うん、っていう感じでやってもらってて、めちゃくちゃいいなと思って、うん。あ、そうですね。はい。いや、ほんまに理想のやつを作ってもらってますね。へやっぱ機械で作った紙と手すきの紙はやっぱ違うんですか？あ、もう違いますね、やっぱり。だから、その、作り方が違うんですよ。紙ってこう、機械好きっていうのはこう、ギューってこう、一瞬で乾かしてしまうんで、うん、こう、まあ、やったら硬い紙、ね。うん。詰まってる。そうです。だから、まあ、ただその、外で使うとかだと、そっちの方がちょっと長持ちしたりとかはするんですけど、うん、まあ、柔らかいんですよね。手すきの、やっぱこう、手ですいて、うん、それをこう、ふわっと乾かされるんで、こう、うん、それも感覚的な話で、申し訳ないんですけど。で、まあ、大きい提灯とか、本当にちっちゃい提灯は、僕ら、富山さんも、ほら、お知り合いの、浜田和紙さんっていう、はい、
天狗帳っていう、ほんまにもうなんていうのか、一番わかりやすい言い方で言うと、あのティッシュって2枚になってるじゃないですか。はいはい、あれの1枚みたいな。そんな薄いんですか？薄い、それでふわっとしててめちゃくちゃいい紙なんですけど、それをあの色付きであのうち使わせてもらってたりとか、ほんまにこう手すきってやっぱりこう、そういう柔らかいやつもあれば、その分厚くて、機械好きではできないことを手すきの職人さんとできるっていう。手すきの紙やと、その、まあ、大きい提灯をほんまに作るときっていうのは、まあ、竹一本一本にこう階段状に貼っていくんですね。こう、こう指でこう、伊勢込みを入れながら、こう貼っていくんですけど、その時の、この、カーブの R っていうのが、まあ、言ったら、その、めちゃくちゃ分厚い紙なんですけど、そこを言うこと聞いてくれないと、綺麗な提灯にならないんで、やっぱりこう、機械好きやと、こう、画用紙みたいな感じになって、でこう全部跳ねてくるんですよ、ね。まあ、わかりますかね。こう、硬いものを貼ると、こう、ポコポコ浮いてくるから、もう貼れないみたいなことになるんですけど、それを手すきやったら、なんとかしてくれるとか。だから、その、提灯とか、あの、ものによって、こう、これにするわとか、この提灯やったら、この厚さでいくとかっていうのは、もう弟が、こう、結構判断してやってますよね。あの、こう、例えばですけど、まあ新しい、例えば、まあデザイナーなのか、こう、まあいわゆるそのトラディショナルな提灯じゃなくて、新しい形みたいな、そういうのも作られてるんですか？例えば、まあイサブノグチみたいな、ああいう、なんか、全く昔の提灯とはこう違う形状の。違う形状っていうのが結構難しいというか、ね、あの、まあ僕らの提灯ってこう、一本ずつなんですよね、竹がこう。だから結構こう、肩がまず必要になってくるんですよ、提灯。肩があるんですね。で、まず抜ける。その、肩から、肩が抜けないといけないです。なるほど。例えば、こういう提灯ってなったら、はい、ここの時点でここの肩が絶対抜けなくなるんですよね。ここが細すぎると。あ、ここまでやったらいけますよとか。なるほど。わかりますかね。抜けないといけないんで。じゃあその範囲内でその形を。いろんなもん、はい、あの頼まれたら作ってますね。はい。はい、なるほど。今、時間どうですかね。あれ、これ。何時まででしたっけ。何時まで10分。あと10分。あ、いつもなんかだいぶ時間。全然知らない。いやいや、すいません。いや、僕らは、こういうお話をみんなにしてもらって、じゃあ、この映像を見てる人たちが、写真が興味あるっていう人だったとして、うん、なんかこう、それまで工芸に触れてなかった人が、工芸、今の話とかも全部面白いじゃないですか。そうですね。で、僕もそれで、そういう話を聞いて、どんどんのめり込んでいって、写真を工芸に寄せていきたいってなってったんで、うん、こういうところで、職人さんの話をしてもらって、ちょっとでも興味出た人が増えるんだったら、もうこの場は大成功って思う感じなんですけど、それは僕の考えだけで、ひょっとなくちょっと待ってよってなるのかもしれない。いやいや、全然なんか、すごい面白い話が聞けて、はい、もうすごい。よかったなと思うんですけど、まあ今日どうしても聞いておきたいことが、その3人の、まあこれから、その、まあ未来にかけて、どういったものを作りたいか、どういった仕事をしてみたいかっていうのをちょっと聞かせてほしいんですけど。僕からですか？そうですね。はい、なんか、その、今の話をこう聞いて、僕も写真をやりながら、こう工芸というのへの憧れが多分すごい強くて、憧れというか、こう、その、自然とすごい近い状態で、うん、素材から作り上げて、で、朽ちたら土に変えてっていう、その環境に優しい、うん、そのサステナブルなとか、なんかそういうものづくりであると思う。そこがすごい魅力だと思ってるんですけど、写真がこう、今回やったアンブロタイプみたいな手作りのものでも、こう、どうしても薬品を使うし、うん、その化け学と離れられないっていうのがすごいストレスではあったんで、うん、っていうのから、こう、一歩先へ進んでカメラオブスキュラっていう、うん、あそこはこう、なんでしょう。薬品使わないで、レンズと光と闇があれば、写真表現として、いろんな
表現ができるっていう、なんかそこにストレスのない写真のこう表現があるから、今もちろんそのデジタルとかそういうので写真も撮っていくんですけど、そう、なんかその光を使ってどういうふうにやれるかみたいなの作品作りたいなと思ってるんですけど、だからなんかこう流れとした展示はフィルム古典技法でもっと先の前のカメラオブスキラみたいにこう流れていってるんで、どういうふうにやっていくかをこの先もずっと考えるんだろうなと思うんですけど、なんかそのまあ今富山さん言ったようなそのまあ自然に優しいというか地球に優しいっていうまあ観点から写真を見ると、例えばインクジェットとかはもうね、昔のその薬学のプリントじゃなくて、はい、インクジェットだったら噴霧なので、はい、まあ、例えばもう口に入れても大丈夫な自然の素材で、まあ、インクを作って、はい、まあ、和紙みたいなその自然の素材の紙に、はい、まあ、つけるとか、はい、もしかしたらできるかもしれないし、そうですね、そうですね、例えばですけど、その職人さんたちの仕事と写真をこう合わせて、例えば写真に漆を塗るのかわかんないですけど。あ、でもそれもちょっとあの話はしてて、そのガラスとか、その漆がいろんなものに塗れるなら、漆に、じゃあああいうアンブロタイプの方法で黒い漆の上にこうそれを乗っけて、例えばじゃあ銀の、黒の中に銀でこう、取れるっていうのは、多分かっこいいなって思ったりもしてるんで、それこの間なんか一緒にちょっと話したりしてたんですけど。面白いかもしれないね。なんかこう、浮かんでるみたいな。そうですね。どういうふうに。水の中に浮かんでるみたいなイメージなのかな。っていうふうにもできるかもしれないですね、透明なもの。ガラスじゃなくて、その真っ黒いのでもあると思いますし、なんて言うんでしょう。いろんなことはでも多分、工芸と一緒にやることで、写真を提灯にしたりとかね。それも、はい。わしにわしにですね。そうですね、うん。そう。いろいろやれるだろうなとは思いながら。ね、それ。提灯に転写もできる。あ、全然良くないですか。そうですね。カメラじゃなくて別に提灯に。そうですね。全然。その時しか見れない。うん。あ、そうですね。確かに。これはできますね。とりあえず何方向かにつけて。ボンって。ね。とか中に仕込んでね、バックプロジェクションで出しちゃったりとかね。浮かび上がらせる。そうですね。和紙の薄さも選べますし。ね、うん、ワクワクしますね。ねえ。かっこいいと思いますね。ねえ。ゾワゾワしますね。うん、なんかこう、紹介をしつつ、一緒になんかやっぱ物作って、そのアップデートをさせていくみたいなことは、うんうん、やれたらいいですよ ね。職人かたぎだもんね。僕がですか、うん。作品の作り方も今回、あの、一緒に展示を作ってても思ったけど、もう手作り、ね。そうですね。なんか、はい。そういうのが好きですね、やっぱ。うん、小島さんはどうですか、そのなんか将来、はい、やりたいことは、もう僕らはさっき言ったみたいに4人いて、おのおのがこう、1個ずつ、目標を持ってやろうって言って今やってるんですけど、うん、親父は、親父のあの作品っていうのがないんですよ。提灯って、例えば、どんなに綺麗に作って収めても、その、前やったらお祭りやったらお祭りで、使ったら次も新しいやつってなって、残ってないんですよ。あ、なので、親父に関しては、親父がやっぱこう、1から10まで、竹割りから絵付けまで、やっぱ一番こう五角形は綺麗なんですよ、職人さんとしての、はい、僕らっていうのはもうギューンってこう、僕は竹割りに特化してて、うん、弟はその貼るところに特化してるんですけど、親父ってやっぱりこう全部やってたんで、そのやっぱ大変やったんで、まあ、僕らもできるんですけど、その一個飛び抜けてて他がちょっとちっちゃいんですね、弟も、うん、でもその親父ってやっぱこう五角形が綺麗なんで、それを全部こう1から10まで、で友達に木工職人の友達が型を作ってくれるんで、うん、
だからこう旅行がてらというか、まあそんなに言うとあれですけど、産地を巡って自分で紙見つけたり、竹見つけてきて、それをこうその友達と一緒に、もう60歳ですよね、親父も。だからもう、どういうかな、こう、友達がその木工職人さんで、その型を作ってくれる人がいるんですよ。ああ、その人に型作ってもらって、二人でこう、遊びの延長上じゃないけど、作品作って、その自分で集めた素材と、その友達とやって作って、それをこう、親方のそのデザインとして残していったらどうやろうっていう話を今、ご一緒にしていて。ああ、いいですね。そうなんですよ。で、まあ、素敵やな。親父に関しては、その、そういう感じで。うん、で、まあ、その親友は、英語ができて、海外でのビジネスをやってたんで、やっぱりこう、僕らのその提灯とか、その、いろんな人のその作品っていうのも、海外になんとかこう、使ってもらったり、こう、認めてもらえるような活動を、今、本当にこう、いろいろ、一生懸命僕らを、まず、僕らをこう、プロデュースしてくれたりとか、こうほんまに絶対できないですよ。何ですか、書類。こう海外に発送するための、もうあんなんとかもって書いてくれてたりとか、そういうほんまにもう僕らのできひんところも全部やってくれる管理とか。うんうん、だからその辺をこう、今、特化して、その海外に特化してやってくれてる。で、弟に関しては、その提灯貼るのはもうもちろんずっとやってくるんですけど、そのファッションに持ってきた、結構ファッションが好きなんですよ、弟って。うん、で、T シャツ作ったり、そのユニフォーム僕らの全部作ってくれてたりとか、これも、そうで、これ製造工程が全部書いてあるんですよ。親父が字書いて、それをこう、データに起こしてプリントしてあるんですけど、かっこいい。例えばこう 10工程に分けて、こう、やってあるんですけどね。とか、まあ、弟やってたりとかして、そこをちょっと今頑張るって言って、置いてて、僕はもう子供向けにワークショップとか、もう中に入って遊べる提灯作ってみたりとかしたいなとか、うん、あとまあちっちゃい提灯作る体験をこうまあ提灯屋のおっちゃんに会ったみたいな、子供たちにこうどんどんこうなんかこうこういうおっちゃんいるんよみたいな伝えていけたら面白いかなと思って、うん、今動いてるんですよね。そのまあ次のターゲットぐらいの感じなんですけど、あれ楽しかったとか、なんかそんな覚えといてもらえるようなこうそれってこう僕がやれば多分次違う人でやりたいってなるでしょうし、それが繋がっていけば、ね、職人さんとこう、関わる機会っていうのが、子供たちがね、関わる機会が増えていったら面白いかなと思ってて、だからまあそういうちょっと活動を始めてみようかなと思ってますけど。海外の方でも結構、売ってるんですか？海外の方はもうほとんどその売ってるとかはないんですけど、一回そのフランス行かしてもらって、それもその武田って言うんですけど、ちゃんとやり取りしてくれて、フランスの美術館で僕ら大きい提灯を作るっていうのをやった時にそのボルドーを行かしてもらったんですけど、そこの美術館のその1日の入場者数のレコードが出ました。それぐらいやっぱ興味を持たれてるのと、一番やっぱ興味持たれてるのが素材やったんですよ、結局。素材が何なんですかっていう。素材っていうか、そう、素材って不思議なんですか。素材ってすごい。だから、これから素材っていうのが、なんかこう、ちゃんとしたもの使ってないと、そこで説明ね、して、なえるようなもの使ったらあかんなとか、っていうのはやっぱ思いましたけどね。そうですね。だからやっぱ海外の人に関しては、そのやっぱ自然素材とか、そういうところは、だからすごくこう、なんていうのかな。知りたいところっていうか。そう、逆に、海外の人が見たら、新しいというか、そうですね、なんか思いっきりもう和な提灯がボコーンってインテリアのなんか高い、向こう天井が高いからね、そういうとこにボコーンってあったらもうそれがもうシンボルみたいな、ね。そうです。もう本当にもうなんか、まあ、提灯って意外と、なんていうの、日本家屋と呼ばれてるところ以外でも全然大丈夫なんで、ね、うんうん、だからまあそういうところではもう可能性はこれからね、なんぼでもあるかなと思ってるんですけど。うん、そうですね。はい。スミさんはどうですか？だから。いや、なんか僕も、その素材として、もちろん、その技術を残すために、今、卓越した技術を残すために、素材を残したい。その素材を残すために何ができるのか、漆屋が存在する意味っていうか、僕らができること何なのか、みたいなのがすごいあって、でもちっちゃいことやけど、京北で木を植えることから、なんか、まあ、育てるところから作るところ、使うところ、体験できるところ、また修理して直して、その、木
きっちり循環する輪を作るための場所作りみたいなのを今始めてて、でそれがだいぶ現実化してきて、これからまあそういう場所を作り出してるところなんですよね。なんかそれは現実動いてるアクションとしてそういうものをやっていきたくて、そのまあとにかく京北の木でも全部使い切るっていうか、その大量消費のための丸太の切り方でここの部分は使わないとか、なんか切り倒された先で枝とか、枝っつってもでっかいでっかい木たちが使われるようなシステムであったりとか、まあ、海外の人がデザインしたものがそのまま形にできるようなことで現状を知ってもらうっていうようなことをこうできる場所を、まず場所を作りたいっていうのと、なんかそのなんていうんですかね、教育って言ったら偉そうなんですけど、その知ってもらう素材を知ってもらう場所を作りたいです。学校って言ったらあれなんですけど、なんかそれで体験してもらった人がとりあえず出たらまあファンになってるっていうような、なんか今まで離れてたものをつなぐっていうか、うん、AI と工芸みたいな、なんかそこできる人いるけど間がいないからとかっていうのをこう、とにかくサーフィンと工芸とかもつながってなかったと思うんですよ。なんかそういうのをつないでいきたいみたいなのがすごくあって、サーフボードのとかもやっぱりオーストラリアからスタートしてアメリカとかに持ってって作ったフィルムも流してとかやってるんですけど、こう持ってたら、持って海に行ったら、おはようってハローつってすれ違ったらみんな戻ってくるんですね。そのサーフボードを見て。で、それはアライアっていう古代ハワイアンの木製のサーフボードで、形は見てアライアってわかるけど、それアライアだよな、みたいな。なんでこんな美しいのみたいな言われて、いや、これちょっと触ってみって言って触ってもらったら、もうその質感にびっくりするんですよ。その触ったことないから。で、それが漆っていう木の樹液で循環可能で、いや乗っためっちゃ楽しいでみたいなことを言ったら、うん、もう称賛の嵐なんですよ、ね、うん、でみんな漆なんて知らないんです。アメリカ行った時とかも展示とかもさせてもらってたんですけど、知らんし、僕英語ろくに喋れないけど、ずっとそこにいたらもう必死で聞いてくるんですよ、うん、もうで自分の子供連れてきたりおじいちゃん連れてきたりして、もう代わりに説明してくれて、うん、横にまた人来てみたいな、ずーっとやって、で自分のフィルムも流れて、あの、うん、フィルムフェスとか出したんですけど、うん、流れたらもう終わったらめちゃめちゃ賞賛されて、その時も賞、僕らも賞もらえたんですよ、うん、なんかベストをいただけたりしたんですけど、なんかすごいんですよ、もう熱量が、うん、なんか木の博士にも向こうでオーストラリア行った時もあって、日本でそんな減りそうになってるんだったらオーストラリアで植えようぜみたいな、俺たちだったら絶対その植えられる場所を見つけてみせるみたいなこととか言ってくれて、なんかその可能性をすごい感じ出しているので、うん、なんとかそれをつなぎたいっていうのと、まあ、ちっちゃい輪をとにかく作っていって、うん、僕はなんか恥ずかしいけど幸せな場所を作りたいみたいな、うん、なんかそれの起点に漆とか工芸が慣れたら、うん、漆も工芸も残っていけんのちゃうかなと思って、そしたらこう素材屋としての意義がちょっとはなんかできんちゃうかな、うん、みたいな思って。そうですよね。その暮らしの中に生きるっていうことですもんね、工芸ってね。なんかこう、バランスバランスって言って、多分人と自然がバランスよく暮らしてた時、こうなってたから、そういうも多分それも素晴らしいんですけど、今まあ、大量生産とかこうなって、こうなっちゃったけど、今いろんな技術があって、みんないろんな知恵があったんやったら、そのおかげでもっと良くな、うん、いい方向に地球をこう持っていけるような、なんかそういう機材に工芸が慣れたら、めっちゃこう、うん、ハッピーやな、みたいなのがあって、そうなるための、僕は何も知識も何もないし、とにかくその起点みたいな、こう、接着剤的な感じで、いろんな人をこう集められたらいいなと思って。うん、なんか、まあ、サーフボードに乗りましたけど、これから、さらにこう、今まで、漆が塗られてなかったものに何か塗りたいものってあるんですか？いやもう僕普通にバンバン塗りたいっていうより、今も今度富山くん家の床を漆でするとかって、いいなぁ。そう、とにかく木に木に木に板に塗るとか、その場合色はどうなるんですか？茶色っす。木がちょっと濃くなったような、はい、でも漆なんだ。なんか気持ちよさそうですね。裸足で。素足で歩いたらめっちゃ気持ちいいんで。友達の店のシルバンを一緒に塗ったりとか、
なんかもう DIY な感じで、ガンガンその、漆はそもそもその木を守るための樹液。それがどんどんこう、過食の方に、なんかこう、まあ、祈りの形になっていって、手を合わせる対象となってた時に、その世界を表す、そのためのまあ技術も進化してたけど、一番最初は木を守るため、大事に育ってきた何百年の命をつなぐための素材として、タブル社使われてたんで、なんかそれをこう、もっとみんなが使って、めっちゃかっこいいんですよ。もう普通に使ってスケボーも縫って傷だらけになってったスケボーがめちゃめちゃかっこよくて、で、そこにまた漆重ねたら、その傷がデザインになっていくっていう、その、まあ、飾る用のスケボーも作ってるんですけど、僕はもうとにかく自分が乗ってるスケボーみたいに傷だらけになって、また自分で塗りたくなるっていう衝動みたいなのが、なんかそれがこう、いろんな人と共感できたら、なんか変わるんじゃないのかなと思っていて、まあ、ワークショップと一緒です。なんかとにかく、ちっちゃいところでつないで、子供の時の忘れちゃってもいいから子供たちが使って、その質感を覚えてるみたいな。まあ、日本人らしさって言い方がいいかわかんないですけど、そのものを大切にみたいなとかあるじゃないですか。ああいう感覚が残ったらいいなみたいな。そうですよね。やっぱ子供に伝えていかないと残らないですよね。なるほど。なかなかいい話が聞けました。ありがとうございました。まあ多分、聞いていらっしゃる方も、なんか質問したいこととかあると思うんですけど、3人ともおそらく、まあホームページとか何かしらで多分コンタクトできるものはあると思うので、もし何か個人的に聞きたいことがあったら、そうやって、ホームページとかからコンタクトして聞いてもらえたらなと思います。じゃあ今日はこんなところで、このトークを終わらせていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。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 